どこ探せばいいのかわかんない。わかんない。これじゃなくてですか？わかんない。ちょっと昨日も今日も風が強くて寒いですけど、なんか沖縄って感じがしなかったんですけど、やっぱり日が出るとすごい暖かくて気持ちいいです。だからずっとこの暖かさが続いてほしい。沖縄は3回か4回目くらいですね。沖縄大好きで、沖縄料理大好きなんで、海ぶどうと島らっきょうともずくと好きなものは全部食べました。
みたい。動物は好きです。一番好きなのはイルカが大好きです。子供の頃の夢はイルカの調教師になることだったんで、ヤギもなんか白くってふわふわしてるイメージがあって可愛らしいなって思います。ないです、ないですね。初めてなんで、乳搾り初めてです。わあ、虫いっぱいいる。泣いてます。呼んでます。いつも呼んでます。けどこっち見てる。かわいい。超見てる。超こっち見てる。やあ、かわいい。かわいい。やばい。やばい。この子かわいい。
偉いのかな。偉いんですか。この子、この子かわいい、ちっちゃい、やばい。甘えん坊さんなのかな。あ、手が来た。それぞれ顔が違いますね。そう、分かったね。はい。あ、これ結構大変。すごい。ありがとう。上から？うわ、すごい。食欲だ。よく食べるね。かわいい。一生懸命食べて。かわいい。めっちゃ食べるな。手食べないね。乳搾りなんか強くやっちゃいけないと思って優しくやったんですけど、なんか意外となんかギュッてやって平気で、初めてやったのでなんか楽しかったです。はい、じゃあね、バイバイ。かわいい。ついてきくる。ついてくる。かわいい。かわいいんだけど、かわいいんだけど、それもないんだけどって。食べるの？全然もうないけど。Thank you.
こんにちは、相澤里奈です。こんにちは、相澤里奈です。自分の好きなところは、長所は何ですか？好きなとこ、マイペースなところです。自分の短所は何ですか？短所もマイペースなところ、空気を読めるように対応していきたいなとは思ってます。口癖は何ですか？口癖は何だろうって考えること。大好きな音は？大好きな音、自然の音、海の音とか雨の音も好きです。嫌いな音は？嫌いな音、黒板とかお皿とかフォークでキーっていう音が嫌いです。どういう時にテンション上がりますか？可愛いものを見た時とか、何か新しいものを発見した時とかテンション上がります。どういう時にテンションが落ちますか？雨の日ですね。約束がある日に雨が降ったりするともうテンションガタ落ちなんですけど。将来やりたいことは何ですか？やりたいことたくさんあるんですけど、いくつになっても夢を持った、目標を持った女優さんになること。もし天国が存在するとして、その門にたどり着いた時、神様に何て言われたいですか？何かな、いらっしゃいですね。それを言ってほしい。まあ神様が思ったことを言ってほしいです。正直に。はい、ありがとうございました。相澤里奈でした。